ショッサーカです。今回はこちらのサッカー姉ちゃんでリテールロー降りていきたいと思います。それでは行きましょう。絶望の挟まれ方だね今のどんまいで、ここにちょっとないんだね。罠しかないな。リボルバーしかないこの家、やば。よし、なんとかこれで。よし、かーね。これがラストマンか、ここの。だったら嬉しいんだけどね。出たー、最強ミニガン先輩やん。お、ポンプに決まる。ミニガンワンチャンこっちの枠でいいんじゃない。19発って、19発って何なんすかねこれね。で、この人ポロポロっと落ちてきたから、これか。みんなカツカツの中生きてんだね。危ねえよー。いるけどいらないな、これは。ポンプに2丁にしよう。ミニガンパイセンやっとちょろちょろっと増えたな。500でマスカーか。ちょっと今の時うわっぶ、食らったよマジ。マジ今の食らうのか。お前か。C4 でとどめを刺すという、なかなかエコですね。そこじゃねえよー兄ちゃん。あっ、ぶねえ。あー危なかった。死ぬかと思いましたね。いざという時に使える最強。わー、ナイス兄ちゃん、神。グレランよりミニガンってね、僕はそう思いますよ。ミニガン最近マジ強くなったよね。ミニガンも強くなったし、 SMG のサプレッサーも強くなったから、なんかすごいよね、変わったよね最近フォートナイト。なんで上作っちゃったのかな。
強い強い強ひわ。この人どんだけポーション持ってんだ。ポーションの達人だなこれ。ありがとう達人。なんやかんやこんなところで9人もやれるとは思わなかったけど、あれはまさかまさかミニガンの弾ではないのか。そうですね、青ポンプもいただき。オッケーオッケー。最近ほんとミニガン強いな。ちょっとの距離で 1v1 だったら全然勝てる。ほんとミニガンがあれば魔法の武器になってんなこの武器。常に移動してこれだからなあんまいないですね。なんか自分からこう見つけようと思うと敵はいないよね。だけど突然敵はやってくるからね、さっきみたいに。どこだ、ああそこにいないよ。砂そこにいないよ。砂そこに。はい、お疲れい。あそこあそこ、あれあれ、トリマ一人発見。トリマ一人発見。やったぜとりあえずゴリ押し。わ、一人と戦っててもう一人どっか消えちゃったよ。くそ、目的。そうそう、なんか最近みんな SMG 好きになったね。とりあえずこの微妙な感じで OK。 すごいな、自信に気になれるなこれ。だいぶミニガンがあれば自分のリテールロアもうとっくの塔に入ってないし、ソルティの上ぐらいからいきますか。いや、この戦い面白いね。すごい、最近本当にミニガンが。ちょっと雑だけどね、ミニガンは。どっちかというと。雑になっちゃうけど、ありじゃねえかなって思う。きっとでしょ、あれば。いらないね。ここ入ってんな。あの山って誰か取んのかな。あそこか、一人かな。
さすがにでもさ、あそこまで行くとちょっと距離あるよね。次のアンチ次第だな。理想はこっち側に来てほしかったけど。みんなやっぱこっち側の敵をやっちゃったからいないのか。まあいなくても当たり前か。あの山がアンチになるのかならないのかだよね。はあ、なるほどね。今回のこれはどうしようかな。とりあえずこっち側に渡っていくか。ソルティの街の中にいないことを祈りながら行くしかないね。このぐるーっと回っていこう。いそうだね、ここら辺。いそうだけど、こもってはなさそう。あの家にこもってる感じはないから、まああそこなんだろう。一応この山入ってんだな。遠距離があんま武装がないから、普通に肉弾戦で詰めるか。2人見つけた。多分あっちとその下でも入ってないから、この山が最強になってくるんだと思うけどね。あ、でも意外と物資ないな。意外と木こりをやる生活。悪くない。んな明らかなやつは、さすがに誰もあれか。こう上登ってもいいんだけどね、なんかあの。降りるときがクソ大変なんですよ。1回の音で2個設置とか、ほんとコスパいいな。まあそっか、1人降りてって。後ろから来る人はいないよね。あれか。まああっち行こう。たまにはなんかこう木材いっぱいセットみたいな、ラマちゃんじゃないけど欲しくなるよね。あれか？あれはもう風前の灯火だから。ゴンリゴリ押したな今ラスト。分かってるよ場所は、ダスティの下でしょ。どうせさすがにあそこ取ってたらウケるけど。あれ？どうしようこの人。ちょっと賭けになるな、このあれは。ああ、ショットガンか。
マジ君、あ、なんかこの未来がなんか見えたぞ。入ってきた。この真下か。オッケー、やったぜ。いやー強いなミニガンという感じで、今回はブッシュをほぼほぼ使い切りながらミニガンで勝利を収めました。ミニガンがなぜか知らないけど近距離も遠距離もなんかすごい万能になっている世界になってますけど、皆さんいかがでしょうか。ちょっとミニガンがネタ武器だった時代はもうないみたいですね。最近はなんかね、サプレッサーのサブマシンガンもなんかレートが上がって強くなってる気がするんですけど、いやーなかなかね、今までうわ弱って思ってた武器たちが、まあ、C4 も強くなったし、ミニガンも強くなって、サプレッサーもそこそこね普通に持っていけるようになってかなり良くなってきましたね。皆さんぜひともね、街中で見つけたミニガン、そこは捨てずに取っておくのもありじゃないかなと思えるような試合、いかがでしたでしょうか。ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の助やな。そうなんなんそれ。多分いける、多分結局。オッケー、ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー。